はい、じゃあ一回やめちゃうんですよね、はい、あ、今日、はい、ジンくんスタートで、トシヤさん、ケンゴさんが同一モデル、はい、はい、で、10時15分からスタートで、11時から高木さん、はい、上で練習してる、上で練習してる、緊張して上で練習してる。ジュニさんで、セット面がどこと…っていう形で行きたいかなと。はい、どうしたらゆかさん、何かあります？大丈夫です、よろしくお願いします。行きます。緊張しすぎです。OK、じゃあ5時間楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、反町隆史です。シャウデッサンの黒木です。僕の場合は、まあ、技術も教えてるんですけども、まあ、自分がすごい経済的に困窮した経験がやっぱあるので、まあ、時間制限がある子育てをしながら、まあ、お仕事をされるっていうところで、まあ、時間的にも制限があって、やっぱり子供を育てるための収入がないといけないっていうところの、お手伝いができるんじゃないかなと思いましたので、まあ、ぜひ俺もやるよっていう話をしました。僕も自分自身子供を、まあ、育てるって言ったらちょっと、まあ、家内に随分頼って子育てしてもらってるところあると思うんですけど、その分僕はしっかりと子供たちがこう何か欲しい、何か困ったって言った時に、まあ、応援ができるような自分でいたいなと思ってるんで、まあ、目いっぱい皆さんにお伝えしたいなと思ってます。どうぞ本日はよろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。すげえ回だな、これ。なんかライブみたいな感じ。逆に撮りたい、これ。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。おはようございます。アベンジャーズでーす。今日は、ママさん応援企画ということで、アベンジャーズ朝苦手なメンバーが10時からお送りします。はい、応援したい、応援してくれる私が出てきて、質問とかいただければ全部お答えさせていただきますんで、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。お楽しみに、よろしくお願いします。少しずつどうしていけば皆さんがこう上手にマネタイズ、これはすごい健吾さんがお好きな言葉なんで、いやらしい。キャッシュポイントとマネタイズ、今日はちょっとあれなんで、まあ、ハイライトが失敗するか成功するかっていうのはもうブリーチベストが9割5分なんで、ちょっとパロットのね、ラジオでロットじゃパーマの、失敗しないパーマのロット。酔っ払ってますか。はい、よろしくお願いします。今日はおそらくベーシックな方法になると思うので、まあ、皆さんのお家でちょっとかける展開図のシートも今日ご用意してますんで、やっていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。でベース的には多分ワンレングスベースで切って、顔周りのレイヤーでちょっと動きをつけていくっていうような感じの方が、まあカット的にもシンプルだし、結構前で切ることの方が多いかなと思います。最初1列目2列目に今45度のレイヤーが、レイヤーっていうか顔周りのレイヤーが少し入ってきたので、見えないらしいんで、はい、じゃあこっち側。はい、ドールヘアの南です。ママさん美容師さんっていうのは本当に時間限られてる中で育児も家事もやる、なんかすごいスーパー、ある意味スーパー美容師さんじゃないかなと思うんですよね。だからそういった部分に僕たちができることっていうのは、本当に技術を伝えること、ママさんたちのお客さんを笑顔にすること、まあ、そういったことによって美容師自体のやっぱり人口が減らないって言ったんかな、まあ、そういったところに僕たちが貢献できるためにも、今回はちょっとでも今日力になるようなことがお伝えできたらと思ってます。自分がカットするときいつも言うんですけど、なんかつなぐ必要ないと思ってるんですよね。ここで切ってるものに対して、ここでのたまりと上でのたまりが出てくるんですよ。カラーの前とかだと大体こんな感じで終わらせて、あとカラーとか色見ながら最後掴んでちょっと調整していくって感じですね。どちらかというと、なので今回セニングってよりはちょっと最後スライドで少しハイライト全部取っていこうかなと思って。あとは一旦健吾さんに投げますね。さきちゃん、畠山さん。モデルさんが思ったより結構すごい履歴で、はい、なんか黒髪で超ベーシックですよって
新田さんが言ってたんですけど、蓋を開けてみたらブリーチ4回黒染め1杯そぎをもりもり畑山いっぱいいっぱいもう畑山緊急事態宣言このウエットの状態で例えば毛先5センチを天井に向けた時にまだ立つんで、はい、意外とそのウエット状態で毛に体力があるかないかを判断するときに結局水分の重みと重力に耐えられないぐらい髪の張り腰がなかったら結構やばいんですよ。これちょっと乾かします。うっすらそうだね、30でいこうか。なんだかんだで今日はリアン式3の方まで出すような感じです。あんだけ余裕って言ってたベーシックって言ってた。これがこうあからさまにブリーチっていう感じになってたらもう簡単に見極められるんですけど。住吉望です。ヤベンジャーズのカット担当でやってます。学びに貪欲な人がすごい多いなって思ってて、だからその少ない時間とか少ないチャンスでもこうなんか貪欲に取りに行くっていう意識が高い人がすごい多いなって思ってて、だからそういうね人たちのためにこういうオンラインで配信してっていうのはやっぱ隙間時間でね学べるすごいいいことなんだろうと。今日の主役はママ美容師さんですので、おママさんを元気にできるような明日からまた頑張れるようなそんなセミナーにしていこうと、そんな感じでやってまいります。やべんじゃーす。テストしっかりしてた。結構硬いですね客がっていう状態ですね。結構難しいですけど中間が重要だったら同じ組は絶対つかないですね。カーだったら必ずストップウォッチで時間をかかってます。それが多分普通気持ちいい体が必要ですね。はい、ストレートにすることって結構簡単なんです、ね、実は自然にするっていうのが難しいです。はい、ついちゃったら一番ダメなんですよね。はい、フリークの大城俊也です。なんか僕たちも普段セミナーをしていてて、なんかこう価値がある人が集まって、それをこう、まあ、コロナでね今ちょっと時期が時期なんで、まあまあこう美容業界を盛り上げようって言ったらちょっと大げさかもわかんないですけれども、まあ、少なからずねなんかこう無料でみんなが見れて、まあ、刺激になったらいいかなっていう思いを込めてこういう形を取らせていただきました。はい、で今日の意気込みとしてはもちろん技術は伝えるっていうのもあるんですけれども、僕の中で一番意識していることは、あ、美容師ってこんな楽しいんだなと思えるような雰囲気というか、まあ、そんな感じでこう思ってもらって、まあ、少しでもねこうモチベーションが上がってくれたらなと思ってます。で目標明度は 17.5 レベルまでハイライトは抜いていきます。こうやって混ぜてたんですけど、普通にちょっと僕手が痛くなってしまって、まあ、電動がなんか最近出たみたいなのでこちらを使わせておきます。あのブリーチなんですけど、今日はシュワルツコフさんのファイバープレックスブリーチを使っています。4対1、ファイバープレックスブリーチの青いやつとクレイブリーチを4対1で分けています。でクレイブリーチってその粘度が補正されるので、20% 入れています。これクレイブリーチまだ触ったことないですよね。触ったことっていうか見たこと、こういう感じで白い粉でふいー、なんかこういう感じで片栗粉みたいになってます。均等に5枚入れていくわけなんですけど、手も自分で作ったじゃないですか。手叩いてで乗せる量なんですけど、ここで塗布量が薄いとムラになってしまいやすいので、もう一つ質問が来ます。健吾さんに、健吾さんのカラー理論はどこで学ばれたんですか。僕のカラー理論は一応独学です。ありがとうございました。それはアンダーが黄色と赤がこのぐらいたくさん入っていて、何が足りないかって言われると青だから、ここに青を足してあげればグレーになるみたいな説明ができるようになると思ってるんで、結構その辺が
なんか僕的に通常的に上がった方が行っちゃいましょう。どうぞタイミング的に良かったら次高木さんの方に、はい、展開図シート、はい、今は鬼滅じゃないですか、はい、次何でいきますか。回心回心回心言われへんですけど、ね、酔っ払ってます。よろしくお願いします。お願いします。コロナと僕も似てるんで皆さん、ほんまにもあれね、送っていただいた方とかこのくらいのちょっとやったんで、もう一回今日も来ますね。はい、すいません。ということは圧力かなって言ってましたけど、どこから切るかっていうのをまず考えていきます。短いところから長いところに切ると切りやすいかなっていうこと、あとはどういうスライドを取っていくか、あとどんだけのオーバーダイレクションを後ろに引くか前に倒すか、どんだけグッと上げるか、髪の毛を持ち上げるか下げるかっていうのを一番最初に考えながら切っていく。やみくもに切るとやっぱり時間にかかるので、僕よくコンパスとか使うんですけど、ここにボブの長さがあります。で、レイヤーの位置が どこぐらい、2センチいかないぐらいのグラデーションのイメージがここにつくかなっていう設定でちょっといきます。良いです。いいですね。いい感じよ。ありがとうございます。すべてね。先生。教科先生。あとはいいけど。だいたい点灯7分か10分ぐらいでこの形のハイライトだったら塗り終わるかな。どのくらいから入れるかっていうと、このパヤパヤが出てくるあたりを止めて入れて、ここから伸ばしていく。根元1センチをしっかり伸ばしていく。ここは若干リフトが。はい、私今産休中なんですけど、産休明けに技術に不安がないように、今のトレンドとか、最新の技術を学ぶために、応募させていただきました。やる気があっても時間がなかったりとか、まあ、営業優先になってしまうアシスタントもそうですし、まあ、ママさんたちもそうなんですけど、やっぱり時間がない中でやる方もいるので、まあ、オンラインがもっともっと浸透していったり、あとはまあやっぱり目で見て実際に行ってみてっていうのが私はいいなと思うので、いろんな場所で開催したりとか、埼玉でも行ける場所で、地方でも行ける場所でとかいうのが開催されるようになったらもっといいかなと思います。うん、ありっちゃあり、まあ、ダメではない、ダメではないけど俺はやらないから。泣きにしも泣きにしもあらず、はい、ないない、ね、でピオレのブリーチで最大限にリフトさせる方法はありますか。ピオレのブリーチで最大限にリフトさせる方法、リフトの条件っていろいろあるんですよ。7個ぐらいあって、1つだけで一つだけでいい。ちょっと怒ってますけど。まありますよ。マジですか。スライスをここまで取った方がつながり的には良さそうですけど、なんか切りにくいとか持ちにくいとか、髪の毛いっぱい予算ってそこラインをめがけて切ります。で、ここをシェイプして残って守ってください。ここだけね、足し算じゃなくて、私はオンラインサロンに結構入らせていただいていて、でいつも勉強させていただいてるんですが、こんな生で見られるのがやっぱり嬉しくてというか、このような機会もなかなかないので参加させていただきました。そうですね、皆さんも技術は本当にもちろんなんですけれど、お客様のためとか、あとは美容師さん自体のこの何ですかね、業界を良くしようっていうかとかを楽しく伝えていただいてるっていうか感じもして、ものすごく勉強になったり分かりやすいですし、もう出会えてよかったって感じです。で、同じところで同じ産休時っていうと、まっすぐ切ってて次のパネル行った時になんか丸く出てくることないですか。最近ワイド発動します。で、なんかこう僕揺れてるじゃないですか。揺れてるじゃないですか。病気ですか。そうなんですよ。で、根元の時は横の転がしが多いです。はい。なんでですか。
根元って、まあ、カラーだったら毛束実験とかするときになんかちゃんと塗ったつもりでも意外と濡れてないじゃないですか。で髪の毛ってこう転がしてあげないと毛の重なりが取れないので根元って一番毛が多いですよね。だからこう揺らして転がしてあげることでムラなく均等に。ママ美容師だと、日頃、まあ、オンラインでも夜遅い時間だったりとかでなかなか子供の寝かしつけでイヤホンつけながら悪天苦闘してるんですけど、今日はこうリアルタイムで混じってできるっていうのがすごい久々でいい勉強になると思ってきました。分かりやすく和気あいあいと、まあ、今回もママ美容師にとってっていう目線で分かりやすくやってくれてるのでとても毎回楽しみにしてます。 Thank you.